二重町の果てに出演する木村志穂です。神奈川のおすすめスポットは神奈川区にある丹町公園です。広々した空間で過ごせます。二重町の果てぜひ見に来てください。二重町の果てに出演する赤星充です。神奈川県のおすすめスポットは、曙町にある、地獄ラーメン田中屋です。僕はいつも中級食べてるんで、それがおすすめです。ぜひ、にじむ町の果てぜひ皆さん見に来てください。まか不思議なドラマです。どうかよろしくお願いします。にじむ町の果てに出演するファティマはるかです。神奈川の気になるスポットはハイアットリージェンシー横浜です。にじむ町の果てぜひ 見にいらっしゃってください。にじむ町の果てに出演する小安です。神奈川県のおすすめスポットは桜木町のオークウッドスイーツ横浜展望台です。ここは港未来の景色が一望できる、しかも無料で見ることができる展望台です。にじむ町の果てぜひ見に来てください。にじむ町の果てに出演するパーカッションの渡辺です。神奈川のおすすめスポットは、横浜野毛にあるウッフというところです。ライブ会場でもあり、サーカスをする場所でもあり、飲み屋でもありという、とても何でもありな、面白いところで、僕もとても大好きなお店です。ぜひ行ってみてください。にじむ町の果てぜひ見に来てください。